ではどうぞ。よろしくお願いします。今宵も一人の志願者が己の野望を胸に虎へと挑む。まずご経歴をどうぞ。鈴木龍、31歳、東京都池袋からやってまいりました。最終学歴は東洋学園大学卒業。現在の職業はラーメン屋を経営してます。よろしくお願いします。今回の希望金額と出資形態を教えてください。500万円融資でお願いします。あなたが思い描く未来の姿は？日本一のアンチのいるラーメン屋、鈴の木の一杯を世界へ届けたい。令和の虎、その思いを金に変えろ。オールはナッシング、新しい未来をつかみ取れ、キャッチザファンド。では、鈴木さん、簡単な経歴を、ご説明お願いします。はい、僕は25歳の時にある出来事がきっかけで、ラーメン屋経営を始めました。4年8ヶ月、さいたま市北区宮原町1丁目という、場所でラーメン屋営業をして、そこから2022年2月10日に池袋へ移転してまいりました。今現在はそこで営業しております。簡単なビジネスプランをお願いいたします。はい、今回の事業プランに関しましては、こちらの T シャツに描かれている、僕の鈴の木というお店のキャラクターです。龍社長と言います。こちらのアパレル事業展開をしたいと思ってこちらにやってまいりました。はい、それではおかけください。それではおかけください。ちょっとまずツッコミどころしかないんですけど、はい、一番聞きたいのがそのサングラスなんですけど、あ、これは、一番しっくりくるんで、このインパクトがあるなと自分の中で思いまして、このキャラ作りでこれをかけてます。ブランディングですか？そうです。わかりました、はい、これ、はい、日本一アンチがいるラーメン屋がもう売りみたいな感じになっているじゃないですか、はい、これアンチがいるのは何でだと思いますか？そもそもですね、オープン前からそちらの資料にもあります通り、謎の仕掛け人ということで、看板を立てました。で、ここの物件が8年で11店舗入れ替わるような、ラーメン屋の墓場という物件です。そのためこういったまずインパクトを与えるために置いたところ、こんな場所でそもそも成功するわけねえだろうと、ラーメン界のカリスマでも成功してなかったのに誰だか分かんないやつが成功するわけねえみたいな感じで、5チャンネルとか2チャンネルとかそういったネット掲示板で3000、5000という書き込みがされました。店内の中に僕がメッシとメッシを食った男っていう、アルゼンチン代表のメッシ、あとフランス代表のポグバと一緒に誕生日の前の日にメッシを食いました。社長紹介という入り口の場所にあるんですが、そこにメッシ、あとソルトベイ、あとローラと、あとポグバと並んでる写真を飾ってあります。そこで、ここのオーナーは、こういった幸運の運がいいオーナーですよみたいな感じで紹介されてます。そういうのを見た人が、ひがみみたいな感じでたくさん書いてます。うん、あともう一点は肉が入ってないってことがきっかけです。チャーシューがないと、それはちょっとぼったくりだろうみたいな感じで言われております。じゃあ鈴木さんはラーメン屋を営んでいらっしゃるんですよね。はい。アンチがいるってことは、はい、そのラーメンが美味しくないとかって余地はないんですか？味に関しては好みだと思っており、僕自身がもともと油そばが好きではなかったです。でラーメンは好きだけど油そばは好きになれなくてですね、自分の好きになる油そばを、作りました。それが今入っているスープが、と背脂が入っている油そばとなっており、これを油そばではないという方もいらっしゃいます。こんな汁が多くて、べちゃべちゃなのは油そばじゃねえというアンチの方もいらっしゃって、僕自身は自分の中で美味しいものが作れて、それを自信持って出しているので、自分の中で美味しくないとは思っておりません。そんだけ美味しいって言われたらね、ちょっと食べてみたいですよね。じゃあちょっとこう早速なんですけど、今日準備はしていらっしゃる？はい、準備してます。食べれるんですね。はい、はい、じゃあ試食の方を準備していただいてもよろしいですか？はい、はい、かしこまりました。はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、麺は？はい、太麺。そうです、太麺の中華製です。中華ですね。じゃあこちら下からがっつりエプロンお願いします。はい、どうぞ。下からがっつり、いらっしゃいませ。お願いします。これ下からがっつり麺を混ぜていただくときに跳ねてしまうので、はい、はい、このエプロン、じゃあもらいます。はい、はい、いらっしゃいませ。いつも見てます。あ、ありがとうございます。どうぞどうぞ。はい、大丈夫。お願いします。マスコット人形みたいなね。いや、すごいですね。組から足洗ったラーメン屋の人。そう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 、ほんまや。今出す商品はですね、こちらになります。
辛混ぜそばです。一番人気のアンチ絶賛の辛混ぜそばとなっております。アンチ絶賛の、アンチ絶賛、はい、絶賛してる時点でアンチじゃないと思うんです。アンチ絶賛です。でトッピングはこちらありますので、こちらをお好きにカスタマイズしていただいて楽しんでいただいてお願いします、はい。会話もされるんですか、お客さんたちと。あ、もちろんします。あの結構来ていただくお客様とは、うん、あの会話をして。あ、じゃあ実際そこでアンチの声がこう嵐が来るわけじゃないんですか。やっぱネットの書き込みがすごいので、はい、あの Google を見ていただくと分かるんですが、うん、星 1.7 で550件以上の1年でアンチコメントがたまりました。へー。であと美味しくなかったら全額返金という、全額返金、あの企画をずっとやってまして、はい、でこう1本食べただけで、あ、返金でみたいな、あのそういうユージさんみたいな人が来て、いやちょっと食べて、あ、これダメだみたいなことは言ってこないですか。悪者になっちゃうんですよ。こわもての方はいい人が多いです。あ、いい人多いですか。逆に、あ、汗流しながら食べてくれるんですか。はい、あのアンチ独特のなんかメガネかけたこんなやつらがやってきます、はい、あの美味しくないです、もう食べないでまずかったとか、全額返せと。そうです、食べてなくても見た目がまずいからとか。あ、なるほど。あと女性の主婦の40代の方で3回全額返金をしに来た女性がいらっしゃって、で実際返したんですか。2回目はちょっと泳がしたんですね、はい、で3回目になってまた来たんで、うん、3回目ですよねとお話をしたら、はい、双子ですと言われました。双子です。何を言ってんだかすごいな、はい、あのヘリクスとかいう場合は返金はしません。はい、はい、あのちゃんとちょっと合わなかったっていう本当にそういう方は返金はします。はい。でこちら背脂ですね。通常、うん、あの油そばというのはスープが入ってないんですよ、はい、だから原価が安いだなんだって言われるんですけど、はい、うちのはですねスープが入ってます、うん、ちゃんと鶏ガラとかもみじ、原骨入れて、確かになんか色がついてますね、はい、で背脂もしっかりやってのスープが入っての油そばになります。なるほど。通常の油そばのイメージとはまた違うと思います。すごいですね、油が。ここからまたいつも通り世界一アンチがいた、はい、ちょっとハンデだよな。これは背脂、背脂スープですね。背脂を入れて、はい、背脂スープを入れます、はい、おー、これはスープと背脂で割ってます。あー、なるほど。2つ配合してます。うーん、はい。でこれ入れましたらトッピングをします、はい、まずネギから、はい、チーズですか。チーズです、はい。おー、ちょっとラーメンに入ってますよ、ラーメンに。まあね、油そばのみの単独メニューでやってますね。そうです、はい。そしてマヨネーズ。そうです、マヨネーズを入れるんですね。なるほど。で最後にこの特製の辛味、はい、辛味噌を入れます。アンチ絶賛中の辛混ぜそばだ。アンチ絶賛中の辛混ぜそばだそうです、はい。じゃあさあ出上がりました、はい、どうぞ。じゃ下からがっつり混ぜるようにお願いします。はい、がっつり混ぜて、下からがっつり混ぜるようにお願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。背脂とその辛味噌が混ざることによって、ね、いいハーモニーを奏でますので、はい、お願いします。はい、これそのいつもの通常の1人前の半分ぐらいですか。半分です。あ、はい、すいません、いただきます。はい、あ、結構辛いですね。そうです。でも美味しいです。あ、本当ですか、ありがとうございます。いただきます。うん、ニンニクもかなり効いてますね。おお、うん、美味しいです。ありがとうございます。安藤さん結構食べられましたけど、はい、どうですか。なんかいや普通にうまいです。あ、やっぱそうなんだ、はいはい、めちゃめちゃうまいです。ありがとうございます。辛いけど食べれる辛さですよね、うん、あ、そうですね、うん、どんどん食べていくとどんどん辛くなる感じですね。あ、そうですね、食べきりそう、はい、一応週に 1,2 回食べたくなるような味をコンセプトにやらせていただいてます。へ、辛いんですけどなんかその背脂が入ってるからですかね。あ、そうです、ちょっと まろやかになる。そうです、その通りです。なるほど、ありがとうございます。やばい、ハマってる。こちらを、はい、かけて楽しんでいただくっていう味変です。あ、味変があるんですね、やっぱり。はい、はい、すいません、ありがとうございます。勝手に味変させてみます。おー、それ何を入れてらっしゃる。チーズ。あ、チーズ、はい、粉チーズ、うん、あ、辛いの苦手な方は粉チーズやマヨネーズを入れる方が多いです。はい、下からがっつりお願いします。味変しても美味しいです。本当ですか、ありがとうございます、はい、へー。お店で一番出るのはどの味ですか。あ、この辛混ぜそば。やっぱ辛混ぜそば、はい、はい、なるほど。リピート率も圧倒的にナンバーワンです。リピート率も一番ダントツなんですね、はい、へー。
追い飯、下からがっつり混ぜましょう、うん、下からがっつりすくうためのレンゲです。あ、すみません、残った方にお召し上がりします。僕、お昼、うん、さっきラーメン食べたばっかりなんですよ、うん、だからかもしれないですけど、うんうん、僕からしたら美味しいとは思うんですけど、ちょっと普通かなって、うん、はい、うん、はい、味変ちょっとさせてもらっていいですか。はい、あ、残った方に入れる感じです。味変おすすめなんですか。味変、辛混ぜそばに関しては粉チーズ、マヨネーズ、ブラックペッパーです。はい、うん、あと辛くしたい場合は辛だれですね。なるほど、特製は辛だれがあります。それ以上辛い、うん、のが好きな方は体で入れる感じでお願いします。粉チーズ、はい、ブラックペッパー、マヨネーズですね。はい、そうです、はい、ブラックペッパー、マヨネーズ。あ、一番下やんと思ってる。あと一つ、あ、僕ですか。あ、僕みたいな。はい、はい、じゃ箸とかは大丈夫ですか。あ、大丈夫です、大丈夫です。なんかチーズ入ってるからこれリゾットみたいな感じなんですね。あ、そうです、はい、はい、結構女性の方も皆さん辛くないやつもいけるんです。醤油のやつも作れます。ここ今からしか作れない。今はそうです。あ、わかりました。こう味変したらなんかこう洋食みたいですね。そうですね、うん、はい、僕はこっちの方が好きです。味変したらとの方が好きです。ゆうじさん、お金返せと言わないですか。そこのレベルではない。そのレベルではないです、ね、うんうん、これでおいくらなんですか。890円です。あ、おなら、あの、全然大丈夫です。あ、なるほど、なるほど。もともと油そばってやっぱ入り口が狭いというか、こう入りにくい、ラーメンの中でもつけ麺ラーメンの中でやっぱり入りにくいあれがあったんで、やっぱこう話題になって、まあ返金もできるし、ちょっと行ってみるみたいな感じのあれで始めたのが、美味しくなかったら全額返金です。あとはその全額返金とやると動画がバズりやすいなと思ったから、そのキャッチフレーズを作りました。本当に YouTube でよく見ますもんね。YouTuber が来たくなるようなお店作りをしてます。はい。これ麺何グラムなんですか。麺、今は100グラムです。ただ通常は200グラムです。あ、通常はね。はい。それで890円。はい。で、お肉が入ってないですね。そうです。あ、なるほど。最近ね、あの、原価がね、すごい上がってるんで、肉なしのこういう混ぜそばがすごい流行ってるんで、はい、いいとは思うんですけど、それで890円はちょっと高い気はしますけど。いただきます。お願いします。いただきます。シンプルにちょっと辛い、僕はちょっと辛すぎるかなと思ったんで。ああ、味変です、味変。あ、味変はね、あ、いいですか。結構辛いですね。これがデフォルトなんですか。そうですね、これ 100g の今日辛混ぜそば、はい、試作の。うん、わかりました。まあこんなもんなんだろうなっていうのは、うん、はい、感じました。はい、それ以降は後でまた聞きたいと思います。なるほど、はい、なるほど。これ火は消しちゃっていいですか。あ、大丈夫です、どうぞ、はい、人生初油そばなんですよ。食ったことなくて。あ、そうなんですか、はい、へえ、はい、俺もあんまり食べたことないんですけど、なんか関東の人でないとあんまり食わなくないですか、はい、はい、下からガッツリ混ぜて、じゃあガッツリ混ぜていきます。いきます。はい、辛い辛い辛っ、うん、ただ辛っ辛っ。これなんかご飯かなんか行かないとまずいですね。これノーマルな辛、うん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 、味でこの辛さ、うんうん、そうです。辛っ辛っ、うん、ちょっとマヨネーズは、はい、マヨラなんで。あ、マヨラなんですね、はい、安藤さん言ったようになんかだんだん癖になるわ。はい、俺汗出てきますよ、熱く辛くて。これにご飯を入れる、途中で入れる人もいるんですか。途中、あ、最後食べた後です、ね、あ、食べた後にね、はい、はあ、なるほど。うまいっす、うん、あ、美味しいっすよ、うまいです、ありがとうございます、はい、辛美味しい、僕はうまい、すごいうまい、はい、辛美味しいですよ。最初ちょっと辛いなって思うんですけど、うん、なんかマヨネーズとか入れていくと、うん、マイルドになって自分の味にすると癖になりますよね、止まらなくなる系の、うん、完食だよ、はい、完食です、見事。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。日本一アンチが多いラーメン屋鈴の木、自身のキャラクターを武器にアパレル展開を目指す挑戦。まずは実力を測るため油そばの試食へ。その味から虎たちは何を読み取る。新生イエローキャブフランチャイズ加盟店大募集、詳しくは概要欄から。はい、それではお疲れ様でした。はい、はい、じゃあ、皆さんの方から引き続き味を味わった上で。いや、今も辛いですね、僕は、うん、でもね、気になったのがさっき島屋さんが今はあえてコメントしないよっていうのがやっぱりこうラーメンって確かにね、有名な島屋さんなんで聞きたいですよね、聞きたいですね、ちょっと教えてほしいな、誰よりも最初に、はい、
なぜふざけてるのかを知りたいです。株式会社お客様皆様おかげさま代表島田貴文、通称しまやん。学歴なし人脈なし借金を抱えながらの開業で、今や国内外問わずラーメン界を圧倒。全国フランチャイズ店舗プロデュースなど、人の役に立つラーメン屋として快進撃。ラーメン屋経営 YouTuber しまやん、志願者の味をどう引き出す。なぜふざけてるのかを知りたいです。ふざけてるというのはどういうことでしょうか。気づいてないですか。気づいてない。はい、いや、そういうキャラね、はい、提供の時のキャラは龍社長というキャラで、鈴木龍ではなくて龍社長という、また別人格の人物で提供しております。なるほど。僕自身はふざけてないと思って。真剣ってことですね。真剣です、はい、さっき作られてた鈴木さんと今座っていらっしゃる鈴木さんはまた別人格。先ほどのは龍社長です、はいはい、僕は今ここに座っているのは鈴木龍です。ややこしいな。申し訳ないなるほど。いや、その通りですよね、はい、そういうことです、はい、鈴木龍が作り上げた生んだ龍社長となっておりますので、ちょっと整理したいんですけど、今回ラーメン屋をもう1店舗オープンするとかではなくて、はい、その着られていらっしゃる T シャツを売りたいってことですか、うん、はい、そうです。T シャツを売りたいというか、この龍社長のグッズを販売していきたいなと思っております。ごめんなさい、僕は全然龍社長のことを存じ上げないんで失礼ながら、はい、すごい有名な YouTuber さんでも、はい、多分 T シャツ作ってたくさん売れるかってなかなか難しいじゃないですか。そうですね、はい、龍社長が人気者かどうかちょっと教えてもらっていいです。龍社長は1年前までは無名のラーメン屋の男でした、それが1年後の今はちょっとだけ知名度が上がってます、その理由としては、YouTube の、ジンフロムジャパンという海外向けの YouTuber の方がいまして、そこで今6000万再生以上、再生されてます。海外で、で海外から観光の方で今来て龍社長と会いたいということで来てる方もいらっしゃいます。あとは東京コスパグルメという、僕は結構そちらに出てるんですが、そちらの動画で、人気順でやると 1,2,3,4 位を独占しております。それでそれを見た、地方全国地方の方が、僕に会いに油そば鈴の家、僕にめがけて会いに来る方がいらっしゃいます。それなので、そういった方のために販売しようかなと思っております。結論が言ったら人気者だってことですね。人気者までは言ってません、1年でちょっと知名度上がったぐらいです。でも T シャツを販売しようということ。一応今のところ T シャツとか、あと帽子とか、うん、そういったものです、うん、グッズのラーメンとは関係ないってことね。そうです、これラーメンを持った T シャツ。なんかラーメン屋の売り上げが書いてあるから、まず8年で11店舗入れ替わるラーメン屋で、大体 3ヶ月半年で入れ替わるようなラーメン屋が今まででした。で僕が志願して自らそこでやりたいと言って、それで今1年経った今は、12ヶ月目で黒字経営となりました。その分かるように、データが残ってます。オープンされて1年、はい、今1年4ヶ月、ちょうど飲食業界ってこう、株式会社 A スタイル代表谷本義継。シングルマザー家庭で育ち、金なしコネなしで1代から起業、大阪を拠点に事業を展開、グループ法人6社を管轄し、年商は60億円超え、 SNS 総フォロワー数は約10万人を超える。介護福祉業界の革命家は志願者に寄り添うのか、何話の虎の厳しさを見せつけるのか。飲食業界ってこう2年スパンで続くか続かないかっていう分かれ道みたいな、はい、で今現状、YouTube であったりとか、はい、そういう SNS で、人気といいますか、はい、アンチがたくさんいるってことは注目されてるってことじゃないですか、はい、なんでその人気が一過性じゃないのかなって。バズってるお店なんで一回行ってみよう、はい、でもその後継続するのかとか含めて1年だけの数字で見るのはちょっと難しいんじゃないのかなって私は思っちゃうんですけど、はい、島いかがですか。いや、そうですね、基本的に3年以内にだいたい 70% のお店が潰れるって言われてるんで、なんか中途半端やなと思って、ふざけ方も滑ってる感がすごいんですよ。そこは鍛え直します。いや、だからやりきってんねやろうけど、僕らから見たらなんか、ああこの人滑ってるわっていうのがすごいあったん で、はい、でそもそもなんですけど、なんでそういうキャラでやろうと思ったんですか、はい、まず、1年持たないかどうかっていう話なんですが、これは、おっしゃる通りで、商品がバズってる場合は写真を撮りに来たいだけのお客様が結構多いので、 なので1年持たないと思います。ただうちの場合はまず油そばで、別に商品の見た目がどうこうでバズってるわけではなくて、企画でバズってます。いろいろな企画をこの龍社長、鈴木龍が仕掛けを考えて龍社長が実行してます。その仕掛けのキーワードとかで動画でバズってます。なのでそこの1年ぐらい、1年2年3年持たないんじゃないかっていうのは僕自身の中ではあまりないです。実際これお客さんのリピート率っていうのは調べていらっしゃいます、はいはい、あ、調べてます。どれくらいのお客様が、幅はありますが3割から7割はリピーターです。幅ありすぎでしょ、はい、3割から7割全然ちゃいますよこれ、はい、平日に関しては近くのお客様がいらっしゃるので、それが大体7割ぐらいの平日はリピーター超えです。近くの方が週1、2回来てくれるの で土日に関してはやっぱ観光でたくさんその地方から
上は北海道、下は沖縄までから九州の方から来るんで、そういった人たちが多いので、ちょっとリピーターさんが少なく見えます。キャラのお話なんですが、これなぜこれをやったかと言いますと、もともとオープン前からアンチが湧いちゃって、でオープンしてからもコスパが悪い、肉がない、あとは気持ち悪い、名刺の写真なんか載っけてんじゃねえとか、あとはスタッフがチラシを店内、店の外で配ってると、あいつ可愛いなとか、あとはどっかから監視してるのか、今何人入りましたとか、そういった監視体制になってしまったんですね。で、お店の誹謗中傷やスタッフの誹謗中傷はすごく多かったので、だったらそのアンチの受け皿を作ろうと思い、その受け皿でこの劉社長っていうのを作りました。で、この劉社長を作れば、劉社長だけに誹謗中傷が集中して、それで、劉社長がそこで対抗する。そうすると、この、劉社長のファンも増えるんではないかなと思い、こういったものを作りました。埼玉県でやってた時はどういうラーメンやってたんですか？同じです。あ、一緒の味で。あ、チャーシューがあって今は肉がないです。あ、油そばでやられてた。そうです。で、宮原の時の途中の段階からもうチャーシューはなくしました。コロナに入ってからチャーシューをすぐなくしました。そう、移転した理由は何なんですか？埼玉から池袋。はい、移転した理由はまず大宮駅の東口にある商業ビルができました。そこに移転しないかというオファーがありまして、そこで何千万というお金をですね、銀行から借りたりとか、作らなきゃいけない時に、何千万もかけるんだったら大宮という町よりも東京に行きたいなと思いました。その時に浮上してきたのがラーメン屋の墓場っていうのがあると。あ、だったらこの難しい方向に行きたいなと。僕は独学素人のラーメン屋だったので、どこでも修行、どっかで修行したわけではなかったので、ここで成功すればこのビジネスモデルは勝てると、どんな物件でも勝てるんだということを、ブランディングになるの、なると思ったので、ここを選びました。今回そのラーメンじゃなくて、はい、アパレル事業に展開するっていうところがちょっとよくわかんないですよね。はい、まずメイドインジャパンの商品とメイドインジャパンのキャラクターっていうのは世界でも結構人気があります。で、僕は目標は世界へ進出したいという目標がありますので、そこでメイドインジャパンの商品とメイドインジャパンのキャラクターを持っていけば、で、あとバズってるという、日本でバズってるという実績もあるので、それを一緒に世界へ持っていけば世界でも勝てるのではないかと思いました。勝てるラーメンをやりたいので、このキャラクターをもっとブランディングを強くして、そのどうブランディングを強くするかというと、このアパレルかなと思い、このアパレル事業を今選びました。シャツ売るのって結構僕は大変だと思ってて、株式会社リライブ代表佐々木隆、キル元気リライブシャツは年間販売数10万枚超え、志願者からトライと成り上がりを果たし、スポーツ、生態、リカバリーと様々な業界で話題沸騰中。還暦の虎、魂の起業家はいかなる志願者のソウルと共鳴するのか。シャツ売るのって結構僕は大変だと思ってて、今回はそのキャラクターがあるから売れますよっていうことなんでしょうけども、はい、どのくらい売れるのかなっていうことが多分テストマーケティングもされてないと思うので、何とも評価がしにくいところですよね。ものすごく売れるかもしれないし全然売れないかもしれないので、テストマーケティングで何にせよ何かこう分かるものってないんですか？正直売れるか売れないかというのはやってみなきゃ分からないと僕は思っております。ただ売れるために、まず何かやっぱきっかけ、アパレルが売れるにはやっぱ何かのきっかけがないといけないと思っており、どんなにいい商品とかでもやっぱ売れないものは売れないと思います。なのできっかけを作るためにいろいろな行動をしようと思っております。今このアパレル事業を始めたいっていうのは、今1キロ2キロ先の目先ではなくて100キロ先の向こうを僕は見てアパレル事業を始めたいと思っております。あの時アパレルやっててよかったねとか、この洋服を誰かが着てくれたから人気が出たねとか、そういったことで今ここでアパレル事業を始めたいなと思っております。だからその時にね、やっぱりシャツって結構高いので、はい、それだったらば例えば安いもので箸とかね、はい、もう少し安いもので一回出してみてみんなの評価を見るとか、はい、そういうことをしてリスクをこう軽減するしてね、で売れるからこっちに移行するならまだ分かるんですよ。そういう考え方ってありません？あります。下からがっつり混ぜるための箸という、箸も作ろうと思っております。なるほど。じゃあ初めにそれを持ってきて、それの売れる姿を見せて、あ、こんなに売れるからっていうことで持ってくるといいと思うんですよ。今回有事になってますけど、はい、実際にはこう形的に帽子だと思うんですね、はい、多分売れなかったりとか潰れたらなくなっちゃって返せませんっていう形になっちゃうでしょ。でほぼほぼ感覚的に投資じゃないのかなと僕は思っちゃうんですよ。だからこそ、はい、やっぱりそういうなんて言うでしょう、出す人間がね安心できるような材料ってやっぱり欲しいなって気がします。はい、油そばの味を評価しながらも事業計画に不安を隠しきれない虎の面々、次回虎たちを納得させる答えを示せるのか、オールオアナッシングの行方を見逃すな。商品置いといて自分ばっかりそのキャラで出してんのがアンチを買う理由なんかなと思うんですよ。